私はいつまでもこれにいたしましょう。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。皆の物語でございます。ヤギュマイル、いってらっしゃい。みやび、ヤギュ、いつの間にここへ。そうか、私たちの櫓を壊す気だな。だが逆に返り討ちにしてくれよう。そしてその勝利を私のママシャマに捧げる。ママシャマだと？か、母さんのことだ。言い間違いだ。気にするな。そうか、お前は死別した母と再会できたんだな。ああそうだ。死んだはずの身内が生き返る、さぞかし嬉しいことだろう。今のうちにいっぱい甘えればいい。別れは必ず訪れるのだからな。バカめ、私はママ様と離れるつもりはない。それは元の世界に戻らないということか。そういうわけではない。ではないが、問題を先延ばしにして何になる。悲しみが余計に大きくなることぐらいわかるはずだ。お前に何がわかる。わかるさ、俺には。大切な人との別れは乗り越えられない。乗り越えたようでいて、やはり引きずっていて、そのことに気づいてまた乗り越えようとして、そんなことの繰り返しだ。そして俺は分かったんだ。乗り越える必要などないのだと。乗り越える必要がないだと？ふざけるな。だったら悲しみは、大切な人を失った悲しみはどうしたらいいんだ。どうする必要もない。ただ受け入れればいいんだ。分かったようなことを言うな。終わりだ。無駄だ。
無駄だ。リアクセル、リアクセル、無駄だ。終わりだ。はい、リアクセル、無駄だ。セーフ、無駄だ。リアクセル、悪の誇りを舞い掲げよう。一時尋常に舞い散れ。はい、見えてしまう。終わりだ。はい、燃え尽きる。させるか。やめて。はい、やめて。やめて。止めろ。せや、せや、させてくれぜ。やっぷ、せや、させてくれぜ。やめてくれぜ。させるか。終わりだ。なんだと。私たちの櫓が壊された。すまんな。だが
これは勝負だ。俺の妹は交通事故で死んだんだ。いつも俺の後をぴょんぴょんとついてきて、小さくて可愛くて俺にとっては宝物のような存在だった。今でも妹のことを思い出すと胸が張り裂けそうになる。でも俺はそんな痛みとともに前に進もうと思っているんだ。なぜだ、なぜそこまでお前は強い。いや、俺は強くはない。もし俺が強く見えるのなら、それは仲間の存在があるからだ。仲間。悲しみを受け止めて仲間と共に生きる、お前にだってできることだ。ただし俺とお前では違うところが一つある。何？俺は仲間に支えられている。しかしお前は仲間を支えなければいけない立場だ。蛇女のリーダーとしてな。私は仲間を支える存在。みやび、目を覚ませ。俺は本当の姿のお前と戦ってみたい。野牛。守れるものも増えたか。ひらめいたぞ。